回はハンターハンターに登場する魚眼絶対倒すマンことクラピカの能力がチートすぎるということで見ていきたいと思います。メインキャラ4人のうちの1人で現在行われている王位継承戦では完全に主人公ポジションとなったクラピカ。具現化系能力者で念能力は指ごとに異なる力がある鎖を右手に具現化する能力、つまり5つの異なる能力を持っているということです。そして念能力とは別にクルタ族の得意体質火の目が発現した際は念系統が特質系に変わりエンペラータイムが使用可能になります。エンペラータイムは全系統で 100% の力を発揮することができるというもの。簡単に言うとチート能力です。しかしエンペラータイムは体に大きく負担がかかるという欠点もあります。実際ヨーク神殿では全てが終わった後に丸1日以上寝込んでいましたし、ウボウギン戦でも立ちくらみに襲われていました。さらに王位継承編では3時間の連続使用で9時間も混沌しています。具現化系能力は具現化した武器に特殊能力をつけられることが最大の利点で、複数の特殊能力を付与することも可能です。カイトのクレイジースロットのように一つの能力で様々な効果を発揮する能力がありますが、クラピカの鎖はそれらをはるかに凌駕する特殊な効果をいくつも有しています。具現化した鎖それぞれの能力は、親指のホーリーチェーン、自然治癒力を強化し自分や他者の傷を癒すことができる能力、エンペラータイム中なら骨折した腕を一瞬で治せるほどの驚異的な治癒力を発揮します。ちなみにこの骨折はウボウギンのビッグバンインパクトを受けた時のダメージですが、小型ミサイルに匹敵する攻撃を骨折で済ましてしまうクラピカの頑強さは異常です。中指のチェーンジェイル、捕らえた相手を強制的に絶状態にできるというチートすぎる能力です。その拘束力は作中一の力持ち筋肉ギンギンウボウギンですら余裕で無力化できるほど、念能力バトルでは念が使えないとほぼ無力になり、この鎖で捕らえられたら純粋な筋力で対抗するしかなくなってしまいます。そして作中屈指のパワー系ウボウギンが鎖を破れなかったということは、捕らえさえすれば誰も逃げることができないということです。つまりチェーンジェイルが決まってしまえばその時点でクラピカの勝ちが確定するのです。まさに一撃必殺です。しかしこれほどまでに強力な能力にするには相当な覚悟と制約が必要です。チェーンジェイルは幻影旅団にのみ使用可能な能力で、もし旅団以外に使用すればクラピカは命を落としてしまう仕組みになっています。旅団を捕らえようとして一般人を盾にされたら即絶命、シャワーを浴びた後のヒソガを捕らえたら即絶命とかなりリスキーです。対旅団の際最強の切り札でありながら対策をされると一番の弱点になってしまう、まさにモロハの剣な能力といえます。薬指のダウジングチェーン、その名の通りダウジングのように探し物を見つけたり、嘘発見器のように嘘を見抜いたりすることができる能力。この能力でスクワラの嘘を見抜いたりビヨンド側の死角を炙り出していました。この嘘を見抜く能力は通常は相手を前にしないと使えませんが、エンペラータイム中は一度会ってさえいれば画像を通してでも使用可能です。さらに特殊能力を使わなくとも鎖で弾丸を受け止めたり人間を投げ飛ばしたりと様々な使い方をしています。特殊能力だけでもかなり有用ですが、防御や攻撃に使える幅広さと特に厳しい制約がない使い勝手の良さからクラピカの主要能力となっています。正直このダウジングチェーンだけでも波の念能力者と同等以上の能力だと思ってしまいます。小指のジャッジメントチェーン、相手の心臓に刃を刺して掟を宣告し、相手が掟を破った場合即絶命するという恐ろしい能力。この能力でクラピカはウボウギンやパクノダの命を奪い、クロロと団員の接触を禁じることに成功しています。チェーンジェイルの大幅な強化はこのジャッジメントチェーンを自分自身に打ち込むことで成し得ているものです。相手の命を奪う能力は誰でも考えつきますが、それを自分にも使用して能力の底上げをしようとはなかなか考えつくものではありません。クラピカの何を捨ててでも旅団を倒すという覚悟の表れとも言えますね。そしてジャッジメントチェーンはいくつもの系統を高次元で併用した能力であるため、エンペラータイム発動時しか使用できません。これらの能力の性質からクラピカの念能力は対旅団特化型とされていて、当初は旅団以外とまともに戦うことは困難であると思われていました。しかし暗黒大陸編で今まで謎だった人差し指の能力が判明、その幅広い使い道から何でもありなチートっぷりにさらに磨きがかかります。その能力がスチールチェーン、
先端が注射器型の鎖を対象に刺すことでオーラを吸い取り、念能力を一時的に奪うことができる能力です。さらにオーラを吸い続けることで対象を絶状態にすることができます。チェーンジェールは旅団しか絶状態にすることができませんが、スチールチェーンを使えば旅団以外でも強制的に絶状態にすることが可能となりました。またエンペラータイムと併用することで昼から年中が出現するステルスドルフィンを発動することができます。これは奪った能力をイルカにセットすることで能力を解析し、一度だけ奪った能力を使用できるというもの。念の戦闘において相手の念を知れることはかなりのアドバンテージなので、能力の解析だけでもかなり使えますが、1回だけとはいえ奪った能力を使用できるのは非常に強力です。相手の能力を奪う力といえばクロロのスキルハンターが思い出されますが、宿敵のクロロと似たような能力をクラピカが使っているのはなんとも皮肉です。さらにステルスドルフィンは鎖を別の対象に刺すことで奪った能力を移動させることができます。つまり誰かから能力を奪うだけでなく、別の人間に使わせることもできるのです。今まで相手の能力を盗んだりレンタルする能力は登場していましたが、別の誰かに能力を使わせるのはなかった気がします。この仲間に力を与える能力はヨーク新人を経て仲間と協力してことをなすことを知ったクラビカの心情の変化があったからでしょう。このようにステルスドルフィンは便利すぎる能力ではありますが、セットした能力を発動しない限り強制的にエンペラータイムが継続されてしまうという欠点もあります。このような数々のチート能力を一人で使いこなしているクラピカ、制約と制約によって旅団絶対倒すマンになっているとはいえ、念を知ってからごくわずかな期間であのオラ付き集団と対等以上に渡り合う強さを得得していることから、その類稀なる才能がうかがえます。ここまで見るとクラピカはチートすぎる能力をいくつも有したマジキチチート野郎だと思われますが、実はとんでもない制約と制約によってこのようなチート能力を得ているのです。実はエンペラータイム発動中は1秒につき1時間寿命が縮むというとんでもない制約を課しているのです。クラピカが火の目を取り戻すことと文字通り復讐に命を懸けていることを表す制約ですね。言うならば緩やかな分散状態を常に維持し続けているようなものです。ボではなくポくらいでしょうか。このありえないくらいきつい制約があることでジャッジメントチェーンやステルスドルフィンがチート級なことにも納得がいきます。今までクラピカをただのチート野郎なのではと思っていた読者を黙らせるほどの捨て身戦法、ただのチート野郎ではありませんでしたが、この制約を考えるとマジキチなことに変わりはありません。旅団を倒すためなら自分の寿命など必要ないのです。つまりクラピカこそ真の死に急ぎ野郎なのです。このようにクラピカの能力はエンペラータイムの使用が必須だったり、併用することで大幅にパワーアップする能力ばかりです。このことから戦闘でエンペラータイムを使わずにいることはかなり難しいと思われます。つまり戦うほどに寿命がどんどん減っていくということです。実際ヨーク新人では何度もエンペラータイムを発動させていました。詳しい使用時間は不明ですが、ヨーク新人の数日間だけでもかなりの寿命が減っていると予想されます。そして王位継承編では連続12時間も使用してしまっています。これによりクラピカの寿命は約5年縮むこととなりました。少しでも長生きするためにはなるべく火の目にならずに過ごすしかないのですが、王子の護衛の念能力開発のためにステルスドルフィンを使用しなければならず、宿敵のゲンゲール山も絶賛乗船中。そして最後の火の目の保持者である極悪王子テリードニヒも念能力を習得しているので、クラピカとの戦闘になる可能性もあります。つまりこれからもクラピカの寿命はありえない速さで減り続けるのです。そう考えるとぽっちゃりマフィア全治を単で圧倒したり、ミザイストムに急にブチギレたのはかなりのやらかしだったかもしれません。この先クラピカが少しでも長生きするためには高い煽り耐性と地雷を踏まれても冷静でいられる精神力の獲得が必要でしょう。